ジェームズ・ディーンは、アメリカ合衆国の俳優。愛称はジミー。自身の孤独と苦悩に満ちた老いたちを、白身の演技で表現し名声を得たが、デビュー半年後に、自動車事故によって24歳の若さでこの世を去った、伝説的俳優である。非常に短い活動期間ながら、彼の存在は、映画俳優や、ロックンロール、ロッカー、ティーンエイジャーのライフスタイル。 カウンターカルチャーにも影響を与えた。ロサンゼルスの退役軍人病院に勤める、歯科技工士の父ウィントン・ディーンと、母、ミルドレッド・ウィルソンのもとに、インディアナ州マリオンで生まれる。しかし、父母は、息きりの恋から始まった、婚前に妊娠だったことから、父のウィントンは、息子のジェームズの誕生を喜ばなかったという。反対に、 父親に無視されることとなったジェームズにミルドレッドは深い愛情を注いだという。ジェームズが9歳の時ミルドレッドが卵巣癌で亡くなると、ウィントンは同州フェアマウントで農場を営む姉夫婦に彼を預け、そこで育てられた。高校時代から演劇に興味を持ち、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の演劇科で学んだ。舞台やコマーシャルなどに出ていたが、 さらに俳優としてのキャリアを追い求めるために中退、ニューヨークに移った。そこで1950年代のクラフトテレビジョンシアター、デンジャーやゼネラルエレクトリックシアターのようなテレビ番組の何変化に出演した。この頃よりジェームズはアンドレジッドの背徳者に浸水してハリウッドへ行き映画スターとなることを夢見るようになる。 理由なき犯行の予告編に出演するディーン、底抜け艦隊等の映画の配役をいくつかこなした後、1955年にエデンの東のキャルトラスク役で初めて主役を演じて認められた。彼はこの役でアカデミー賞の主演団優勝にノミネートされた。この後、続けざまにその年の理由なき犯行で主役をジャイアンツで準主役を演じ、 またもやアカデミー賞にノミネートされることになる。しかしながら口述のように、ディーンが生きている間にその名を世間一般に知らしめたのは、結果的にはエデンの東の演技を通してのみとなった。そのため、生前における彼に対するイメージはあくまでも、新進気への注目若手俳優といった位置づけのみに止まり、惜しくもその人気と実力が存命中に確立される。 ことはなかったのである。ジェームズ・ディーン・ペイントが施されたポルシェ550スパイダーとプラハにあるバーガーショップジェームズ・ディーン・プラハジャイアンツの撮影終了1週間後の9月30日、ジェームズはサリナスで行われるレースに向かうために同乗者の自動車整備士ラルフ・ウッタリックと共に愛車であるシルバーのポルシェ550スパイダーで カリフォルニア州の修道を走行中、午後5時15分に、ショラム近郊にある修道46号線と41号線の東側の分岐点で交差点を展開していたフォードに衝突した。ウッタリックは、車外に投げ出されて骨折。フォードの運転手も、軽傷で済んだが、ジェームズは車内に閉じ込められ、首の骨を含む複雑骨折、内臓損傷などで、 ほぼ即死状態であった。事故原因は、ディーン側のスピード超過による完全な過失として当初、扱われたが、後に、車両の残骸とディーンの体の位置が、違反的な速度とは矛盾していることが指摘された。事故現場近くのモニュメント同年10月8日、故郷フェアマウントのフェアマウントフレンズ協会で葬式が、取り行われた。関岡は、 彼の重傷を隠すために閉じたままであった。推定600人の回送者が参列し、さらに2400人のファンが建物の外に集まった。遺体はフェアマウントにある公園墓地に埋葬され、現在も喧嘩が絶えない。また後年には、ディーンの世界的コレクターであった大西聖太が彫刻家の水井康夫に依頼し、事故現場にモニュメントを設置した。 そこには、ジェームス・ディーン1931フェブラリー8から1955セプテンバー35号5時59分の文字が刻まれている。理由なき犯行は、死から約1ヶ月後の10月27日に公開され、遺作、ジャイアンツは、その約1年後の1956年10月10日に公開された。最初の長編出演でアカデミー賞に、 ノミネートされたのはディーンを含めて5人しかおらず、また死後に2度ノミネートされたのは彼だけである。He was the loneliest person, I ever knew, デビッド・ダイヤモンド・ディーンの性格には、感情を表出しながらも、内向的な側面があった。デビュー作、エデンの東の著者であるジョン・スタインベックは、気難しい性格で、反抗的かつ感情的でありながら、 同時に冷静な一面も持ち合わせており、シニカルで傷つきやすいと彼を表現し、主人公であるケーレブトラスク役へと推薦した。またディーンの友人であった、デイビッド・ダイアモンドは、ジミー・ワズ・テラブリー・セルフ、ディストラクティブ、ライク・クラッキング、A ボトルスレトニング・ツー、カット・ヒズ・リスツ・ゼア、バーセベラル・スーサイド・アテン・プッツ、マーロン・ワズ・アウェア・オブ・ディス、と述べている。あるいは、 ジャイアンツで共演した女優エリザベス・テイラーはディーンについて HE was very afraid of being hurt, HE was afraid of opening, up in, case it was turned around and used against, him, と述べている高校時代には野球やバスケットボールで活躍したほか、収拾祭の朗読コンテストでは優勝を飾り、そして UCLA 時代には 親友のウィリアム・バストと共にダブルデートをしたりと、一見順風満帆とも言える学生時代を過ごした。しかしその一方で、生まれながらにして存在していた父親との確執、幼少期に経験した、彼の唯一の理解者であった母親の死、そしてその後の牧師からの性的虐待や、自身の性的マイノリティへの葛藤など、その後ろ向きな生き方は、 彼の心に暗い影を落とし、常に不安感や孤独感に苛まれていた。そんな状況にあった、彼が、高校時代に出会った書物が、星の王子様であり、心で見なければ、物事はよく見えないってこと。大切なことは目に見えないんだよという言葉は、以後彼の心情となった。俳優としては、模範的な演技や台本にとらわれないアドリブを、 多様したことで知られ、エデンの東では、不仲の父親役を演じるレーモンド・マッセイにわざと嫌われるように、撮影期間中ろくに挨拶もせず王兵に振る舞い、マッセイを本気で怒らせたことがある。時に、周りのことを気にもかけないような彼の演技に対する、ストイックな性格がそれに拍車をかけ、他の役者仲間から、異端児と呼ばれることも少なくなかった。ディーンは特に、 理由なき犯行の演技で1950年代の若者の鬱屈や犯行を端的に表現した。このため、同時代の多くの若者は彼をモデルにし、そしてその死は多くの同世代の人々に暗い影を落とした。芸歴は、わずか4年間、主演俳優になって半年足らずという短いキャリアと、突然の死、大規模な公開葬儀がディーンを時代を超えた青春の、 象徴とした。彼は、ハリウッドの世俗の赤に飲まれずに生きた俳優として、ある意味幸運であり彼の神格化は完全なものとなった。スツールに座って、タバコを吹かすディーンイタリアの芸術家グラッツィアの、オリガによって制作されたディーンのポップアートまたディーンは、演技力も、さることながら、その小柄でありながらもスーツから、ラフなジャケット、ジーンズ、ウエスタンウェアに至るまでの、 あらゆる衣装を着こなす、独自のファッションセンスに、その幼さと、アダルトな雰囲気を合わせ持つ憂いを帯びたクールで、フォトジェニックな表情や仕草は、他の俳優やモデルに類を見ない魅力を持っていた。彼の短いキャリアの中で撮影された写真の多くは、現代に至ってもなおポスターや、雑誌の表紙を幾度となく飾っている。ディーンを撮影した、写真家としては、 フィル・スターン、デニス・ストック、ロイ・シャット、サンフォード・ロスなどが著名である。中でも、デニス・ストックによって1955年初めに撮影された、ディーンが雨の日のタイムズ・スクエアを黒いトレンチコートのポケットに、両手を突っ込み方をすくめながら、タバコをくわえて歩く様子のモノクロスナップは、20世紀を代表する名写真となった。 この写真の誕生前後を描いた物語が、ディーン、君がいた瞬間として2015年に映画化された。大の愛演家であったことから、残された写真の多くで、タバコが共に写っており、一つのアイコンとなっている。加えて、強度の禁酒であったことから、私生活ではメガネを愛用していたが、その姿もまた、ファッションアイコンとして、今なお多くの人々に注目されている。 あるいは、ディーンは主演作のイメージや、当時の時代背景、またその創生から、青春の象徴、若者文化のパイオニア、永遠の悩める若者像などとして扱われることも、多いが、異作、ジャイアンツで見せた幅広い役回りやスナップ写真で、時折見せた野性的かつ渋みのある表情など、その存在感は決して若者の間のみに止まる、ものではなく、 ダンディアイコンとしての役割も果たしていた。身長は諸説あるが170センチメートル前後であったと言われており、それはハリウッドのハイワイド,ンドハンサムという正統派2枚目としての固定観念からはかけ離れていた。しかし、その体格が彼の哀愁や孤独といったリリカルでブルーなイメージを増幅させ、彼の大きな魅力ともなっていた。彼自身は、 How can you measure acting in inches? で評価できるわけないだろうという言葉を残している。こうしたディーンの外見的特徴とそれに伴う独特な存在感は主役級俳優としての条件にのみならず人間の姿形の美しさに対する基準にまで影響を与えその視野を広げたとも言われている。それまでの銀幕スターに見られた 高身長で清潔感のある髪型と服装に背筋を伸ばし弱さを見せない正当なイメージから決して身長が高くなく猫背気味で髪型は無頓着に見え服装もよれ気味なそして時折悲壮感を漂わせる安入で反抗的な姿がディーンの出現によりまた違った男性の格好良さとして大衆に強く認識されるようになったのである ジェームズ・ディーンピア・アンジェリーイタリアの女優、ピア・アンジェリーと交際していたが、アンジェリケが、ローマカトリック信者ではないディーンを嫌い、ピアの母親から反対されたこともあって、結局二人は短期間で別れている。その後、交際したのは、映画007の初代ボンドガールとして知られる、ウルスラ・ラアンドレスであるが、彼女は自らディーンから離れていった。彼自身、 ピアトのような純粋な交際ではなかったようである。ポルシェ356スピードスターを操り、パームスプリングスを失踪する、リーン・ディンの自動車好きの傾向は、16歳の時、おじから与えられた1946年製のオートバイウィザーに始まり、後にスポーツカー MGTF を所有したことで、顕著に現れた。それは、休日になると、 地元のカーレースに出場するほど本格的なものとなり、レーシングドライバーのケンマイルズとパームスプリングスで優勝争いを繰り広げたこともあった。配給会社のワーナーは、その危険性からジャイアンツの撮影に向けてディーンにレース活動を禁止したが、戦術のようにジャイアンツの撮影終了からわずか1週間後、彼はサーキットに向かう途中で事故を起こした。 ディーンはポルシェを乗り継いでおり、事故を起こしたのは356からより高性能な550に乗り換えた直後であった。なお生前に、レースは危なくないかと記者に問われた際には、車に乗っていて危険を感じるのはレース上ではなく一般の車道だと語っていた。オートバイも複数所有していたが、中でもトライアンフ TR5 トロフィーは、 フィルスターンが撮影した、加え、タバコにライダースジャケット姿のディーンの写真に登場するオート台として有名である。事故現場である修道46号線と41号線の分岐点に建てられた看板故郷、フェアマウントに作られたディーンの墓ディーンのサイン。ありがとうございます。